テレンス・マッケナ。テレンス・マッケナは、アメリカ合衆国の思想家。幻覚をもたらす植物と幻覚剤に関する研究で、知られる。コロラド州、パオニア生まれ。14歳の時に、作家オルダス・ハクスレーの、近くの扉を読み、神秘体験が、薬物によって得られたという話に衝撃を受ける。カリフォルニア大学バークレー校に入学。大学時代に、ディゼルグサンジエチルアミドや、 ジメチルトリプタミンを摂取し、特に DMT が彼の思想に強く影響を与えた。マッケナは、DMT は、エイリアンのいる、超空間や次元といったところへ人間を連れていくと考えていた。1968年、休学し、ネパールやアマゾン熱帯雨林で、シャーマニズムの文化に出会う。1971年3月、幻覚剤が、 シャーマニズムに与える重要な役割を確信し、兄のデニスや仲間とアマゾン熱帯ウリンに、シャーマンの用いる幻覚をもたらす植物の探求に行き、目的のものは見つけられなかったが、幻覚をもたらす植物に出会い、マリファナやマジックマッシュルーム、DMT を含むアヤワスカを摂取していた。これは37日にわたって続き、エイリアンに遭遇した。この体験は、 幻覚世界の真実で語られている。1970年中期に匿名で兄のデニスと共著で白紙ビンを含むマジックマッシュルームの栽培本を出版しアメリカでのマジックマッシュルームの流通に貢献した。テレンス・マッケナ1999年1980年には液響の64機をもとにコンピュータで計算し2012年12月22日に 何かが起こるという理論を提唱し、変化のサイクルは、近代科学が起こるまでが4300年間のサイクル、その後384年間のサイクルで科学が大きく発展し、次の1945年頃からの67年間のサイクルで、さらに科学の発展が加速し、次の384日で以前の発展を超えて、さらに発展し、最後に6日間、 135分間0.0075秒間のサイクルが来て人類は大きく変化を遂げるということである。この時予測できないことが起こるとしている。マっケな同様にオルダソハクスレーの影響を受けたサイケデリック文化の活動家、ニューエイジ思想家のホゼ・アグエアスと妻のロイディーンはマヤ文明のマヤ歴も近い日に終わると考えた著書神々の糧では文献をもとにして 白紙瓶という幻覚成分を含むキノコが人間の意識に与えた影響の仮説を解説している。マッケナによれば、100万年ほど前に白紙瓶を含むキノコを食べることによって男性優位の霊長類の社会から遊牧的な生活に変わったが、1万年ほど前、キノコが手に入りにくくなった地域で農業が開発され、再び男性優位社会になり、 階級が出現し軍隊などが組織されていったということである。幻覚剤を起爆剤としてシャーマニズム的な自然と共生する精神が復活していると指摘し、これをアルカイック・リバイバルと呼んだ。ありがとうございます。